桑名、なんであんたがここに。沢先生とつながってるのか、あんたが。参ったな。どういうことだよ。便利屋の仕事で来たなんて言わないよな。よう。なんで RK がここに。いやでも後ろからも来てる。どうなってる。こいつらのお目当てはお前じゃない。俺がはめられたんだ。連中の狙いは俺だ。あんたがなんで狙われるんだ。こいつらカムロ町のもんだぞ。阿久津、沢先生、あの人はどうした。どいつもこいつもだんまりかよ。とりあえず二人ともとっ捕まえろ。やりすぎて殺さねえようにな。てんだろ。すまねえ。お前らは闇だ。わかります。阿久津さん、下にも人をやってます。俺らもすぐ行きますんで。んじゃな、残された者同士仕切り直していくか。余計なとこにシャシャリ出てきやがって。ざけてんじゃねえぞこれ。でも来ない。
さあ先生。はい。警察が来るまで鍵閉めといてください。俺は桑名の様子を見てきます。八神さんは大丈夫なんですか？ええ。それより先生、桑名とはどういう。さあ先生、とにかく部屋にいてください。それじゃあ。てめえ、八神じゃねえか。おい、なんだその目。まさか俺らの邪魔しようってのか。まあね、けどこっちも急いでるから手加減はしてやらないぜ。ああ、調子乗ってんじゃねえぞ、怪盗のおまけごときが。言うどっからでも来な。どれ。やりやがったな。おい、集まれ、八神だ。また RK に手出したんだ。これはボコボコにされても文句言えねえよな。仕掛けてくるのはいつもそっちなんだけど。しかもこれやったの俺じゃないし。ああ、言い訳なんかしてんじゃねえよ。おとなしく死んどけ。おい、準備を。Oh!
おれ！からでも来な。思ったよりひどい。よう、待ってたぞ。逃げ足が遅いんじゃねえの。もう回り込まれちまっててよ。やがみ、まだ俺らの邪魔すんのか。いい加減ドラム缶に詰めて沈めんぞ。それ海沿いで言われるとちょっとあれだな。脅しに負けんな名探偵。ここ切り抜けたらあんたには聞きたいことがある。沢先生は何も教えちゃくれなかったからさ。先のことは気にすんな。どう転ぼうがてめえはもう長かねえ。終わりだ、ヤガミ。おい、おい、クアナ！くそ、
礼も言わずにとんずらかよ。止まれ八神。さすがにタフだな。でももういいだろう。そりゃお前次第だな。なんだ。沢先生、やめろ。くっ、相馬も来てたのか。お前までこの女と繋がってたとはな。お前らは何をやってんだ。何が狙いで動いてる。名探偵なんだろう。当ててみな。いや、時間切れだ。ん？こいつのスマホはその辺に捨てろ。 GPS で位置がバレるからな。起きろ。よかった。もう目覚まさないんじゃないかと思ったよ。うちのメンバー素人に毛が生えたようなもんだろ。人の殴り方とか加減が分かってないんだよな。そうま。意識もはっきりしてきた。いや、あんたがタフでよかった。これでじっくり話し合いができる。八神さんに礼でも言ったらどうだ。おかげでお前もお咎めなしなんだから。こいつがあそこに来たのは想定外だ。下手打ったのは俺のせいか。仕切ってたお前の責任だろうが。分かった。でも自分の部下にはもう少し勉強させといてくれよ。あ？痛えか。痛えよな。くな、見たろ。まず痛み、それから恐怖だ。痛みを感じて怖いって感じてもらうことが大事なんだよ。痛めつけても意識はしっかり持たせる。恐怖って意識をな。それで初めて情報が聞き出せるだよな。俺は人の嘘を見抜く。俺が昔親父に褒められたただ一つの特技なんだ。ごまかしもおとぼけも通じない。甘く見ないでくれよ八神さん。